何分か、じゃあ実はですね、ちょっと人が今入れ替わっちゃったんで、4時10分からお願いしてもいいですか、兄貴。兄貴、4時10分からお願いします。あんた遠隔ブロックするだよ、お前。やめとったらあかんねこれ。まだ遠隔ブロックや。やめとったらあかんねお前。いや多分ねそこまでいかないです。もう一回ねさっきの枠で寝落ちしてる人がいるんで厳しいかと、まあ、300人いればまあいいかなって感じですね。ちょっとこの時間は特に寝落ちで入れ替わるんでね、人がよくは言えないんで、ちょっと4時10分からもう一丁聖杯使うんで、もしね一個投げとかできる方いたらご協力お願いします。もし協力できる方がいたらお願いします。聖杯です。4時10分からやばいんですよ、ちょっとイルミネーションありがとう。あげたい気持ちはわかるけどね。それどころちゃうでこっちゃ。それどころちゃうでこれ。キングのランキングだけで言ったら1000万さ開いてんだよ今。聖杯の、リリーさんの知り合い？マジで？そうなん。キングだけで言ったら独走してんだけど、クイーンが強すぎてさ総合がえぐいことなってんのよこれ。2時間連続聖杯やるって言ってたよで同じ人がずっと投げまくるってこと恐ろしいね。2時間永遠に聖杯使うってこと、抜かれるやんそんなことされたら。で、バック投げ師の人が永遠に投げまくるってことでしょ、ファンタスティックをさ、一気に500万ポイントぐらい増える、そんな投げ方したら。2時間ファンタ飛びまくりの配置なんかしたら一気に500万、600万ポイント増えるで。1000万課金するって言ってたからね。1000万課金したら何ポイント増えるんだろう。言ってみたいな、俺もファンタスティック縛りやりますとか言ってみたいよ。俺一回もやったことないからね、ふわっち人生で間もなく3年ですけど一回もやったことないファンタスティック縛りなんて。一度でいいからやってみたいよね。確約されるんだったらファンタスティック投げで連続で投げてくれるんだったら625個分1000万で、過呼吸なりそう。マジ過呼吸なりそう。まで6日間頑張ってきたのに一気に抜かれるのか。最後嘘だと言ってくれ、嘘だと言ってほしい、嘘だと言ってほしいです。
そうだと言って。あるのかね、そんなファンタ縛りとか1000万投げるって言ってる人に太刀打ちできる球はあるのかね。上がってきたら引き離す作戦でしょ、多分無駄打ちしないように。どこまで上がってくんだろうね。ゼウスの兄貴は4時10分です。音楽はこれでいくか。これでいこう。音楽は佐野さんだけじゃ無理だ。あの人は投げるけど20万単位でしか課金できないからそこまではない。しかも一人だけ投げるっていうわけではないからね。だよね、佐野じゃないよね。いや強い、やっぱ女性は投げ石さんが本気になったらマジで強いから。今のところ2位、あ、マンスじゃあ1人がめっちゃ、その上の人がめっちゃ投げてんじゃない多分。1人じゃでもこの EPI さんの2人の投げさんには勝てないと思うけどね俺は。1人だったらこのね2トップには勝てないんじゃないか多分。アックも投げてた。許せない俺は。佐野にさ、機長さんには投げないでねって言ってんだから許せないよ俺は。佐野を洗脳したんだこの女の人は。機長さんに投げちゃダメだよって洗脳したんだよ。ひどいよ。何でも言わないでほしいよそんなことね。友達配信者のリスナー、ね、あの人ってそういう性格だからさ、頼られると投げちゃうじゃん。あのおっさん言いなりなんだよ。27個あるって聖杯が。そうでしょう。27個それ全部爆投げタイム入ったら見立てで少なくても5、60万ポイント上がるから1000万ポイント上がるじゃん。そしたらその27個が爆投げプラチナ投げしタイムになっちゃったら最低でも50万ポイント上がるから2000万ポイント超えるぞ。1500万ポイント超えるぞ。毎回50万ポイント増えたら3000万ポイント取るんじゃないの。自分で当てても使えるらしいよ。らしい。俺はや分からないけど、自分で投げて出ても自分で使えるらしいけど、2時間以上聖杯タイム。
かにな。えぐいて。10個で EPI さんが30個。現時点で言うと EPI さん勝っちゃうね。寝ないらしいよ。どっちかが寝るまで寝ないって言ってるらしいから、明日の今日の12時までずーっとやってる可能性もあるよね。それはだってつけてれば稼げるんだから、一気に稼ごうと思ってるんだったら切らないかもね。PI さんが現時点では有利だね。現時点では。プラチナたぬきさんが常に常勤のプラチナたぬきさんが2人いる状態で。ね、いつつけた時には必ずいる常勤のプラチナタヌキが2人いて、さらに30個聖杯を持ってるっていうことは、もう優勢だね。非常勤じゃなくて常勤なんだもん。だってそりゃ強いよ。常勤常務ですね。常務同じだね。だいたいはね、普通にやってたらいつ来るかわからないから、いつつけていいかわからないんだけど、いつつけても来てくれるっていうのは強いよね。心強いよね。わかんないから、普通はいつ来てくれるかなんて。キャスはね、やりますよ。キャスはキャス、フワはフワなんで、やります、ちゃんと。それはそれで、でもね、ソーラン節車2時間走らせて、ソーラン節のガチの練習を2時間半やってきたんですよ。今日朝の早朝配信もして、昼寝てね、往復2時間かけてソーラン節2時間やってきたのよ。で、帰ってきてから今5時間目配信。体が痛いというか、体がおかしい。痛いとかいうあれじゃなくて、おかしいな、体が。いや、運動不足じゃなくて、やってみ、真剣にソーラン節踊ってみ。あの、ダッシュするのと同じぐらいきついから、一回ね、習ってやってみたら分かるよ。あれ、見てるよりやってる方、やったら相当きつい。運動不足とかそういう問題じゃなくて、本当にきついよ。楽じゃない、全然大変です。ゼウスの兄貴、さっきの、あ、いいっすよ。一応準備してるんで、ちょっと待ってくださいね。ミリオンゴッドのプチュンの音楽が流れたら投げてください。でて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 でなったらお願いします。男性の方にはちょっとね、音楽を変えますので。いや、小投げでもいいから協力してほしい。お願いします。お願いします。15個、徳明さん、マジっすか、マジっすか、徳明さん、15個、
ありがとうございます。ありがとう。15個ナイス。いいんですかマジで。15個ラスコアいいんですか。いいよ。15個ナイス。マジっすか。モコさん5個、匿名さん15個、マジっすか。15個ナイス。33倍。マジっすか。モコナイス。モコさんメガホン。ちょっと他の人、他の人が誰もいない。ちょっと起きて。他の人が誰もいない。匿名さん15個。ちょっとソノさん、匿名さん15個。ちょっと他の人がいないんだけど。ちょっと匿名さんだけになっちゃってる。15個ナイス。やばい。5個カツさん。15個匿名さん。やばい。匿名さんだけになっちゃってる。エミちゃん5個ナイス。カツさん5個ナイス。15個匿名さん。エミちゃん5個。カツさん5個。15個匿名さん。ファンタスティック。あーあざっす。あざっす。カツさん5個。マジっすか。カツさん5個ナイス。いいんですか。ありがとうございます。カツさん15個。りょうしさん5個ナイス。カツさん5個の5倍。いいですか。すいません。りょうしさん5個の5倍。カツさんありがとうございます。男性しかいない。男性しか、女性がいないんだけど。エビちゃんいた。10個。りょうしさん5個。カツさん5個。りょうしさん5個。男の人ばっかりになっちゃってる。りょうしさん5個の5倍。男性フィーバーになっちゃってる。カツさん5個の5倍。うわ、50個の10倍。ツッチーさん。Watch airline take off。 モコさん2個。エミちゃん5個の5倍。無料も余ってる方ください。ネズミありがとうございます。無料もください。メガホンナイス。スッチーさん50個。ココアナさん50個。ココさん2個の4倍。エビちゃんナイスレズミ。50個の2倍。ココアナさん。Watch airline take off。ココハラさん、ファンタスティック。白熊さん、1個の5倍。うわあ、これ、ココハラさん、もう一丁ファンタスティック。もう一丁2倍、ファンタスティック。ココハラさん、1個の20倍。これ白熊さん、白熊さん5倍。ココアナさんナイス。マジか。ウッドさん3個の20倍。白熊さん1個ナイス。ウッドさん1個ナイス。あー、特命さんファンタスティック。マジっすか。ウッドさんナイス。1枚。いいんすかマジで。ありがとうございました。男性の方聖杯いただいて、他の方に投げたやつだと思うんだけど、
ありがとうございました。いただけてありがたいやでございます。すいません。紅白歌合戦に青春ポテトフライ呼んでほしかったよ。うるせえんだよ。ネズミありがとう。バカじゃねえよ、聖杯中に。ラムチンが来てる？いや、来てないよ。来てないよ。どこのカテゴリーを見てる？それって。違うよ。15日に呼んでほしいって、誰が？ああ、うるせえ、うるせえ。お前がライブハウス借りてやれや。おめえが金払ってライブハウス借りてやれや、勝手にイベント。おめえの好きな配信者を呼んで、ね、100万でも200万でもかけてイベント打てよ。じゃあ無料開放して、なんでおめえの都合に合わせてキャスティングしないといけないんだよ。バカかお前は。帰れ。1億円持ってる人が野良たぬきってね。そんなに配信者が好きなのに1億円持ってるのに野良たぬきってのはちょっとあんまりじゃないんですか？お言葉なんですけど、そんなに配信者が好きだ、まずアムチンさんに1000万でも投げてきたらどうですか？1億円保有してらっしゃるなら負けてますよ。うん、アムチンさん応援したらいいじゃないですか、今出てるんだから。何やってんのあんた。1億持ってるんでしょ、投げてあげなよ。ホラガイ野郎が。そんなに配信者が好きで大金持ちだったら、まあプラチナ金最低でも金たぬきになってるわ。そんなイベントに1億円も使う。まあでも相場を知らないんだろうね。プロのミュージシャンのコンサートでも1億円なんてかからないですけどね。コンサートホール借りても、まあ相場を知らないから1億って言ったんだろうね多分。あのもうちょっとあの世間を勉強してくださいね。何をしたらどれぐらいお金がかかるっていうのをまずね社会勉強してください。1億円って言いたい気持ちはわかるんですけど、ステディしてもっと、うん、ゼウス兄貴ありがとうございました。本当、しかも男性の方が15個爆投げしてくれたし、嬉しいわ。スタディね、スタディ、スタディっすね。すいません。ちょっとで目標届きそうだったな、マジで。あと一息だったね。あと一息だった。ただ病院にいて、あ、今日来れないっていう人がね1名いらっしゃったんで、パワーギフターさんで、ちょっとそれがね気がかりだね。聖杯を投げれない、さっき投げるって言ってもいなくなっちゃったから、ってことは聖杯も投げに来れないってことでしょ。あと44で1100万いくね、ポイントが。
いや、あるんすけど、あるんですけど、今持ってる人は多分いるはずなんですけど、ただね、今現状ここにいるかっていう問題の、ここ花さんは持ってんのかな。72号さんで、でもなんか誰かに投げてて、そっちで使わなくて大丈夫なんですか。ねえ、なんか後半のために取ってるとかじゃないですか。4個だよね。4個、あ、4個になった OK です。ここのさ、投げたらまたたまるんで、じゃあ4時40分いいですか。すいません、あの4時40分で最後ちょっと僕 5時から毎日追加してるんですけど、2時間朝の定時放送、あれ4時40分にラストいいですか。あ、ツッチーさん出た。ちょっとツッチーさん持っといて、それツッチーさん1個持っといて。やった、ツッチーさん出たわ、やっと。あれ4時40分また戻ってこれたらでいいんで、4時40分もし来れたらラストお願いしてもいいですか。すいません、ありがとうございます。マジで助かります、マジで助かります。ピンチだったんで、いやー、ありがたい、ありがたすぎる。疲労神ありです。よかった、寝ないで。ツッチーさんがあんまり聖杯が出ないっていうのもすごいけどね、必ずと言っていいほど聖杯の一発目に50個投げてんだよ。で後半にも50個ポンって投げてんのに、なかなかね出なかったから、よかった1個出て。とりあえず、なんでか知んないけどツッチーさん出なかったんだよ、ずっと。よかった1個出て。いや、寝ないでよかったよ、マジで。ワンちゃんもソーラン節で体が疲れたから早めに切り上げようかと思ってたけど、よかった、耐えてよかったわ。あぶねえ、でこれでも今デイリー4位だからね。ベロンさんが一番飛んでる、280万ポイント今日デイリーで飛ばしてるから、すごいね、すごい。間に合った。あー、 M ちゃんね、 M ちゃん取っといて。とりあえずなんかタバクの男性のリスナーさんが最後もう一回使ってくれるっていうから、 M ちゃんは今日の日、夕方ないしは夜の枠で取っといて。それ今5個持ってるよね。そうそう、今 なんとかね食いつないでたのよ、助けてくれる人がね現れて、男性の方が、うん、今日まだ4時間半ですよ。まあそうなんですけど、5時から7時までツイキャスするでしょ。あ、全然全然大丈夫、来れるタイミングと来れないタイミングがあるからね、いいんだけど、その中で戦っていかないといけないから、その投げる人が責任を感じることはないんだけどね、全く。応援される人数を増やすのは自分の仕事だから、別に来れなかったからって謝らないで、別に悪いことなんかしてないんだからな。まあいい加減しとけよこの野郎、佐野、何やってくれてんだてめえ、お前何やってくれてんだこの野郎、おい、どこにいたんだよ、どこにいたんだっつってたこの野郎、どこで油売ってたこの野郎。
おめえ機長さんには投げないでって女の子にそそのかされて、はいって言ってたよね。言ってたよね、あなた。ん？機長さんのとこには投げないで、私に投げてねってそそのかされて、はいって言ったよな。ねえやろ、人狼か、どういうことだよ。え、スパイか。そりゃ見てたんだよ。じゃあ最初から言うなよ、やれ。クイーンの1位が気に入らない、知るかんなわ。何が気に入らないんだよ。何が気に入らないんだよ。相手にされなかったのかな、多分。まあ一説は多分ちょろっと投げて相手にされなかったっていう説もあるね。考察をするならば、考察をするならば相手にされなかった説はあるね。それしかないと思うんだよ、気に入らないとか言うってことは。それでしかないかもね。振られたのかもしれない。ウィーンの1位はプラチナ。それはだって本人の実力じゃない。だって別に投げてる人に罪はないわけで、そんなこと言ったらキリがないよ。気に入らないって言ったところでね、その人が好きで投げてるわけだから、別にチートでも何でもないわけ。イベントだったら、そんなこと言ったってね、そういう人がつくのも運かもしれないけど、運も実力でしょ。メロンとお食事から行こうって言ってたな。またそんなこと言ってんの、佐野さん。懲りないね、ほんと。いい加減勉強してよ。学ばなすぎだろ、普通に。やめな。佐野さんに相手も要求してるわけじゃないけどさ、佐野さんはね、投げるためにはコンビニに走らないといけないんで。忙しいのこの人は。投げれる人だけでいいんだよ。
はないと思うよ別に。ちょっとそれ理由が理由じゃん別に。ダウンタイムでちょっと休んだからって離れるぐらいだ。そんなのはもともと応援してる人じゃない。カードの上限を上げて5000個投げるって言ってたの。5000個投げるって佐野さんがデビットカードで持ってるのだって。デビットってさ利用上限確か100万上げれても100万ぐらいじゃなかったっけな。違かったっけ。WGP 投げていい。今日デイリー取りに行くから、1回取っちゃうと月に1回しかデイリー取れないの。だからもう今日投げちゃって後の分はちょこまかもらって、まあまあマンスリー1位じゃないと賞金もらえないんだけど、デイリーは1人1回しか取れないからもう今日取る、うん、当初何、いや俺はね1500決着ぐらいかなと思ってたんだけど、予想はフワチ対象でやっぱ上がるから、でもそれを超えてくる可能性がある。現時点でこのポイントだったら EPI さんのポテンシャルで言ったら多分2000万ポイントぐらいいってもおかしくない。 もしかしたら メロンが上がってきたら2000万ポイントぐらいの決着になる可能性はゼロじゃないね。後半はでも多分もっといくと思うよ。制覇40分です。後半はすごいね。前半は女性の争いだけど後半は男の戦いだろうからね。一票ありがとう。キングの2位は1000万ポイント離してんだよ今。ここは独走してるんだけど、総合がねキングだけで言ったら突き抜けてるのよ私も。ただクイーンが強すぎて総合がね、キングは突き抜けてるんですけどクイーンがすごいのよ。クイーンがなかなか今回ね激しい。去年よりすごいよ。EPI さんに投げてる方がさっき WGP ちょびっとくれたよ。使うとこないんであげますねって2、30枚くれたで。いやそうはそう簡単に取れないよ油断したら。今はねあれだけど、今日狙う今日今1位だよ。もう今ね5700枚集まってる。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ミッキーちゃんありがとう。20枚そう今日は多分大丈夫。今で5000枚ぐらい差がついてるから、さすがにこんな日に狙ってくる人はいないだろうからね。確実に取れる日に狙ってくるだろうから、もう現時点で5000枚出しちゃってるから、さすがにこれをわざわざ無理して超えてこようとする人はいないだろうからね。さすがに大丈夫かと。聖杯に間に合う、あと5分間に合わない。ゆうちゃん嘘。あら20個ありがとう。マジか。9票ありがとう。間に合わないか。あ、ありがとうございます。4票。ネズミもありがとう。忙しいねみんな。4時半からみんな忙しい。
忙しいっすね。頭が回ってないのよ、もう思考回路が停止して、マジで頭が回ってない、頭が回ってないです。マジで頭が回らない。このままもうツイキャス行きますよ。チケットの宣伝もまたしないといけないからさ、まだ余ってるからね。まだ余ってんのよチケットが。アクキーはね、あと2個で完売、今98個売れた98個売れてあと2個。おはようございます。多分今日は帯必要だから本店に行ってきます。誰に投げるんだよ帯なんか。佐野さんよ、帯なんか準備してどうするつもりなんだあなたは。まさかメロンさんに帯投げようとしてないねえ。 EPI さんに負けないように帯投げようとしてるでしょ。いや、あのね、あのほどほどにしなよ佐野さんも。本当に後で後悔したらダメよ。そうやっておねだりされてるかもしれないけど、メロンさんに佐野さん頼むよってね、キャパオーバーしたらダメよ本当。佐野さん待ちとかやってやられてたけどね、よくよく考えてね、しっかりと一回考えてよ佐野さん、本当にそれでいいのかっていうのをしっかり考えて、頼まれたからやらないといけないなんてことはないんだからね、ほどほどに。お願いされたからね、使命感で投げないといけないなんてねないんだから、そんなことは。佐野さんのことをしっかり考えてくれてる人応援しな。佐野さんは女性に投げるのは大いに結構なんだけど、もらえるものは全部もぎ取ってやろうっていう人より、佐野さんの今後のことをしっかり考えてくれてる人を応援した方がいいと思うよ俺は。長く応援するんだったらね。あ、やります、兄貴やります、すいませんお願いします。すいません、ラスト、すいません本当にマジで助かります。あと1分、よっしゃー、ラスト、ラスト、ラスト、ありがとうございます。うわ、もう一丁ありきまたせっかく。
10個、 M ちゃん、ウッドさん3個、リコ、リキちゃん、ココ、小柄さん、コナゲさん、ありがとうございます。キンさん、チョコミントさん、ココの2倍、10個 M ちゃん、ココアラさん5個、ウッドさん1個、カレーさん、ありがとうございます。リコの5倍、10個 M ちゃん、特命さん5個、ナイス。ココアラさん5個、10個の5枚、めちゃうワンチャンあるか。2個、カネさん2個、うわ、力渡せく。3個、ミキちゃん、ココの2枚、ココアラさん、マジっすか。10個の5枚、エムちゃん、50個グレイト、兄貴ファンタスティック、ここからさん、ここ特別さん、ここ10個の5枚、めちゃウッドさん、リルミナイス、あっちゃナイス1個、カレーさん2個の5枚、ココの2倍、ココアナさん、モコさん10個、エムちゃん、ココアナさん5個、兄貴ファンタスティック、マジっすか。10個、エムちゃん10個、ココアナさん5個、チョコミントさん2個、20個の20枚、セイキュー、マジエアラインテイクオフ、ココロリマリンちゃん1個レイス、ノリさん、エムちゃん10個、カネさん、あと2分か、ココナイス、ココナさん、エムちゃん10個、3個の2枚、ビクちゃんナイス、ビクちゃんがナイス、ココアナさん5個、ミュウミュウちゃん1個ナイス、いや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 、うわー、ファンタスティック、ちょっと待って、飛んじゃった、兄貴ファンタスティック、兄貴ファンタスティック、うわー、ココアラさん、おいおい、ココアラさん、ここ、うわ、マジか、白クマさん1個、2個の20枚、チョコミントさん、やばい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 よ、この方、モゴさん2個の20枚、エグすぎる、エグすぎる、突如として現れた男性リスナーさん、ココ、ココアナさん、エムちゃんファンタティック、ココアナさん、ココ兄貴ファンタティック、兄貴ファンタ、ごめん、マジか、兄貴、白クマさん1個ナイス、 M ちゃんファンタティック、ミユキちゃん心に舞い、ヒデマルさん1個、兄貴ファンタティック、兄貴ファンタティック、 M ちゃんファンタティック、 M ちゃんファンタティック、エムちゃんファンタティック、エムちゃんファンタコバイ、うわ、エムすぎる、エムちゃんファンタティック、エムちゃんファンタティック、ココアラさんファンタ2枚、兄貴ファンタティックコバイ、エムすぎる、エムちゃんファンタティック、兄貴ファンタティック、兄貴ファンタティック、ほら
コアラさんを渡せに M ちゃん渡せくんお前が M ちゃん渡せくん M ちゃん渡せくんここはあなた待たせない ありがとうございました。まだあるここはあなた待たせくホーボさんにこの2枚いやこれはやばすぎる。いやマジか。皆様ありがとうございました。そして聖杯をくれたアレキアルダス本当に助かりました。4000ありがとうございます。ありがとうございます。ここになったココアナさん、マジかよ。いやー痺れるわこんなことされたら。一世は目標達成した。とりあえず目標達成した。マジっすか。いや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 、聖杯をくれるだけかと思いきや投げまで。そしてエブちゃんも間に合ったしね、お小原さんも来てくれたし。いや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 、これ何ポイントで決着するんだろう。果たして読めないわ、読めない。ここまで来ると何ポイントで決着するか。絶対ね上がってくるからね、下からメロンさんも、スッチーさんもねずーっと付き合ってくれてるし。7個 M ちゃん OK。 スッチーさんは出なかったのかな。7個、いやいいんだよ。あのねミュウミュウちゃんが20倍出したから、次に投げたファンタスティックの人が20倍が出てたかというとそれは全く関係なくて、1個ずつの確率だから気にしなくていいんだよ。そんなことは1個で20倍が出たのであればそれは20丸なんですよ。倍が取られるっていうのはないから、そういう人いるけどそれは関係ないんだよ。投げた時の運だから、それは出るべき20倍がそこで出ちゃったとかそういうことはないんだよ。だから小投げでも倍が出れば20丸、そんなの謝ることでもないし気にすることでも、むしろ喜んでいただきたい。20倍を出したんだったら相手も投げて謝るなんてありえないからね、普通に考えて。パチンコで言ったら台が違うんだから、台が違うね、台が分かる。おかしいな。姉子の命だったんだ。 ありがとうございます。感謝感謝するわ、さすがに。これはこれはね大感謝です。本当にありがとうございます。こんなしびれることされたらマジでありがとうございます。前に1個で倍使えだって、まあ、それはそういう理論の人もいるけど、俺はね充電切れてたやつ。もう勘弁してよ、もう勘弁してよ。もう夜来れないんでしょ、聖杯どうしよう、来れないんだよね夜。
どうしよう、だって3個あるでしょ。あーやばい、やばい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 、使っちゃってる、あかん、やばい、始まっちゃった。ありがとうございます、頑張りましょう、メガホンありがとうございます。わ、10個の33倍始まっちゃった、なんか知らないけど、なんか知らないけど始まっちゃった、ボーナスタイム入っちゃった、充電が切れてたんだって。スッチーさん、ファンタスティック、あっちゃん、イントライス10個お姉様、充電が切れてたのか、なんということで、ノットさん1個の10倍、10個お姉様ナイス、みゆみゆちゃん1個ナイス、10個の 0.5 倍、このビッグウェーブに乗るしかない、ネズミファンタ、ネズミファンタ、お子さんみゆみゆちゃんナイス、ネズミファンタ、一個です、ノリさん、ネズミファンタスティック、ネズミファンタスティック、ユーミーちゃん一個です、ネズミファンタスティック、ネズミファンタスティック。サネさんナイス1個、サリさんナイス、ネズミファンタスティック、こんだけネズミやってんだ、ネズミファンタスティック、サリさんネズミファンタスティック、サネさんナイス、リムミューちゃん1個ナイス、ドンちゃんナイス、ネズミファンタスティック、1個のリバーちゃん、お姉さんファンタスティック、お姉さんファンタスティック、お姉さんファンタスティック、ももさんニコライス、お姉さんファンタスティック、お姉さんニコ、お姉さんファンタスティック、お前お姉さんファンタスティック、ニコサリさん、お姉さんファンタスティック、ミュウミュウちゃん1個ナイス、お姉さんファンタスティック、センター、お姉さん2個ナイス、モモさん2個ナイス、お姉さんファンタスティック、もう一丁、2発連続3発目5枚、お姉さんファンタスティック、お姉さんね、3択前、お姉さんいってる、お姉さんまたせっか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 、お姉さま、刺さってくれ、ニコモモさん、責任とお姉さま、たせく、お姉さま、たせく、ミラクル、ももさん、スーパーウルトラミラクルトッチキー、1個の20はやっちゃナイス、1個サリーさん、お手上げです、いやノリさん1個です、145145、1
コロンじゃないっす。聖杯は増えた人いるのかな今。どうなんだろう、聖杯出た人いるのかな。まだツイキャスなんだよ、なっちゃう。もう5時になっちゃう。ちょっと正直今日はあれだけど、いやすごかった、イベラスのようだったね。でも今日が最終日だから最後まで諦めずに頑張らないと。強いからね EPI さんも。頑張るわ最終日。ということでちょっとお仕事の時間なんで外部放送行ってきます。朝のモーニング放送しないといけないから。皆さんどうもありがとうございました。一人一人感謝を述べたいところなんですが、本当にありがとうございます。ゆきちゃんメガホン、つよちゃん一票ありがとうね。失礼します、仕事してきます。オリオツです。